またちょっとね、中継がつながってるということで、はい、今回はですね、なんと静岡市のですね、神奈美町、内田篤人さんのですね、同級生がですね、と連絡がつながってるんですか、もしもし。あ、もしもし、川口です。あ、川口さん、川口さん。はい。川口恭平さん。そうです。はい、これ、ウッチーとは、中学校の時の同級生なんですか？そうですね。はい。中学生の時、神奈美町立、神奈美町学校で、一緒に、はい、はい、学んでました。おー。ちなみに川口さんはサッカーはやられてたんですか？いや、僕は、見る方専門で。あ、じゃあ僕と一緒ですね。はい。ちなみに、ウッチーは、どんな感じの子だったんですか？いや、皆さんが今見てる内田選手と同じで、はい、昔からいった感じで、ひょうひょうとした。ひょうひょうとした。かっこよかったです。ちなみに今日は母校で応援したんですか？そうですね。内田選手の母校の西小学校というところで。はい。はい、あ、じゃあもうパブリックビューイングで。はい。観戦しておりました。これ何人ぐらい集まって？今日は大体1000人弱ぐらい。はい、そんなに？たくさんいたんだ。体育館の中いっぱいでした。へえ。じゃあもう試合終わった後とかどんな感じだったんですか？いや、やっぱ、だけど皆さんも、内田選手はもう本当頑張って最後まで走ってくださってたのを見てたんで、本当にみんな拍手で、最後、まあ残念でしたけど、終わりましたね。そうですね。もうだからもう本当気持ち切り替えてですもんね、次のギリシャ戦に向けて。そうですね、あと2戦ありますんでね。そうですね、はい、だから本田くんのゴールの後に、ウッチーのね、惜しいのもありましたもんね、左足で。はい、見てました。ねえ。本当に。いや、でも本当ちょっと今日残念でしたけれども。そうですね。うん、ちなみにあれですか、もううちはもう中学時代からやっぱり上手でしたか？そうですね、やはり県選抜だとかに選ばれてましたので、まあ上のステップに行くんだろうなと思ってましたが、ね、それだって名門清水東行きましたもんね。そうですね、はい。だってなんか俺写真で見たけど、清水東の時10番つけてる時もありましたよね。そうですね、前高校時代は前のポジションやられてて、はい、高校時代に最後にサイドバックに行ってなってましたね。でね、アントラーズ入って、で、アントラーズ右入って、もう18歳ぐらいでね、もうレギュラー取ってで。うん、そうですね。ね、はい、もう、で、前回ね、やっぱワールドカップ行ったけど試合出れなかったっていうのもあったから、ぜひね、今大会頑張ってほしいですね。そうなんですよね。もう本当に残り2戦も内田選手に出てもらって、うん、はい、決勝トーナメントに行っていただいて、まあ、もう、パブリックビューイングをやるのを決定しましたんで、次のも。あ、そうなんですか。そうですか。はい。じゃあもうね、もう、今日以上にまた盛り上げて、うん、はい。ぜひ応援を。はい、神奈美町からブラジルに力発信しますんで、頑張ります。いいですね。そういう熱いのはいいですね。うん。